はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。クラウドレス24、続きですね、やっていきたいと思います。全日の転校生知ってるか、トドロキってやつ。うん、なんとなく。定時を潰して糸巻いてんぞ。俺たちのことを見かけ倒しの勝ちだけの不良だってよ。ふざけてんだろ。閉めるか。ほっとけば。はめられてんじゃないですか、村山さん。スパ飛ばすんじゃねえよ。ガキはほっとけ。は？こっちから行く方はねえよ。それでも頭かよ。だからなめられてんだぞ。俺らだけでやるか。ダメだ。頭の指示を守る。それが決まりだろ。だったらビシッとしてくんねえと。ああ。ほやこうの頭。どうしたの？短い間だったけどお世話になりました。ほんじゃ、飯でも行こうか。行きますか。何があってもお前は琥珀のそばにいてやってくれな。
村山んとこに案内しろ。ああ、なんだてめえ。村山さんだろ、このクソメガネ。家に帰ってお勉強でもしてろ。人を外見で判断して見下す。クソが。クソだ？しゃおいや。例えば新しいね、新キャラが来ますね。二階堂とキリンジだっけ、なんだっけ、名前ちょっとあれだけどね、キリュウグループが来るみたいで。まあでもまだ川村くんとかね、北斗くん、まあ早いよね。ちょっとシルエットさ見てたんだけど、似てるなとは思ったんだけど。おる、全然弱え。ゲーム開始だ。こんばんは。こんばんは。先輩はじめまして。前日の届けです。なんかよ。あんたを買って親子の頭になる。さあ。やりましょう。ああ。どうしました？やんねえよ。お前ガキだし。いつまでも卒業しないダメな先輩に引導を渡してあげますよ。うわあ、あれ。セキサブレ。頭になってどうすんの？拳一つで成り上がる。成り上がった先に何があると思う？名誉と栄光。なもんねえや。帰んな。へえ。何やってんだもん。ガキは帰れっつって。
てんの。つまんね。出直そう。いいっすけど。またな。なんで？なんでやんないっすか？別に。完全に舐められてんだろ。ぶっちゃけ、今の頭失格だろ、村山！じゃあお前がやれよ。何よ。席が頭でいいよ。はあ？何言ってんすか？よくねえや。一番強いやつが頭に決まってんだろ。フレア、お前だったらわかるだろ。今日はもう解散。ちょっと待ってくれよ、村山さん。待てよ。俺、しばらく夏休み。夏休みじゃないっしょ。じゃあね、俺たちだけでやんぞ。頭の上に従うっつう決まりは、そんなこと言ってられねえだろ。やっちまうチャンスだったんじゃねえのかよ。闘志を失ったライオンに勝っても何の価値もない。だったらどうすんだよ。泣かぬなら泣かせてみせよう。ホトトギス、泣かなければその時は殺す。面白いだな。この時ね、ドラマだとね、喋ってないんだけどね、これ二人テレパシーで会話してんだよ。謎なんだよこれだけ。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。はい、また続きを見てください。ありがとうございました。